これまでの対戦成績は日本の4勝5敗2引き分けと1つ負け越しているんですが、イランサッカーの特徴は何といってもその攻撃力にあります。今回もアジアナンバーワンストライカーアリ・ダエイを中心とした攻撃陣にコルシエ流フラット3がどう機能していくのか、この辺非常に楽しみであります。今回はこのイランアリ・ダエイのワントップ、そしてミッドフィールダー6人、このアリダエの後ろから日本のゴールを襲おうという形になっています。それを迎えず日本代表、さあトルシエサッカーの集大成、今キックオフです。キリンチャレンジ99、このゲームが A 代表今年最後の試合となります。そしてトルシエジャパンがスタートしたのが去年の10月、ちょうど1年を迎えたわけなんですが、その1年間の集大成は今日この試合に図られると言ってもいいかもしれません。このゲーム解説はセルジオ越後さん、そして柱谷哲司さん、お二人をお迎えしてお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやセルジオさん、まあはい、イラン日本本当にあの数々のエポックメイキングを作ってきたというですね、この顔合わせになったわけですけれどもね、はい、そうですね、悲しい時もあったし嬉しい時もあったしね、はい、本当にね、まあ、非常に日本とイランが戦う時に必ず好ゲームを期待できるからいいですね。そうですね、まあ、柱谷さんはその、はい、悲しい時のメンバーの一人でもあったわけですけれどもね。そうですね、その前のアジアカップは楽しかったんです、嬉しかったんですけどもね、はいはい、という、まあ、本当にあの日本とはほぼ互角、特にあの大きな大会では日本のその面を握った試合をこのイランとの戦いで演じてきたわけなんですけれども、今回そのトルシエジャパンになってから実はアジアとの戦いというのが今日が初めてになります。セルジオさん、そういう意味ではですね、はい、これまであの、まあ、ヨーロッパあるいはこう南米の、まあ、どちらかというと格上の試合が続いてきた、初めてこのアジアの中で今日本はどの程度の力があるのかという試合になるわけですよね。そうですね、まあ、なかなかね、中東といえ同じグループですけど遠いんですよね、はい、なかなかこう当たる可能性がないですけど、はい、ただやっぱり単独チームでね、ジブロも行って勝ってますから、はい、エステグラルとの、はい、その意味で、まあ、今日出てる福西とか多くとかね、はい、そのあたりは、まあ、ちょっと懐かしいかもしれないですね。さあそれでは今日の日本代表スターティングメンバーです。ゴールキーパー川口、3バックは秋田、そして森岡、中澤、相馬は左のウイングバックになっています。そして福西、三浦、敦弘、伊藤、照吉の奥、2トップはロペスとジョーです。そしてサブスティテューション、こちらにも注目の新メンバー米山が控えております。そして4年11ヶ月ぶりの沢登りの復帰も見られました。この戦い、監督フィリップ・トルシエ1年間の集大成ということになります。さあトルシエの申し子伊藤照吉、そして今日はこのイランの分厚い攻撃力に対してトルシエがずっと育ててきたこのフラット3というこのディフェンスがどう機能していくのか、大変注目されるところです。セルジオさん、はい、コパアメリカの時にはですね、はい、そのフラット3がなかなかうまく機能せずに、はい、まあ、日本、一勝もできずに終わったわけなんですけれどもね、はい、その修正がそれからの間でどこまでなされたかというところになるわけですね。そうですね、まあ、コパアメリカ行く前 の、はい、そのここのグランドで行ったクリーンカップもね、はい、やっぱり、はい、まあ、トルシアのユースあるいはオリンピック代表、まあ、今まで非常にその下の年齢に非常にいい選手が挙げているのにこのトップ代表がね、はい、なかなか軌道に乗らないところがね、うん、ちょっと気になるところ、まあ、コパアメリカでね、はい、特に選手らが帰ってあるいは監督でも、まあ、世界の強豪と非常に勉強になったっていうね、その勉強になったところがね、今日はとりあえずそこを見たいですね。そうですね、はい、まずそこを見たい、はい、さあその、まあ、絶好の試金石となるイランの今日のメンバーをこれからご紹介したいと思います。ゴールキーパーはタバタバイです。ジョホールバルでは控えのキーパーでした。そして3バックはベテランのザリンチェ、そこにハラリ、ハメダニと入ります。6人の中盤はエスティリ・マイファー、そしてハシェミナゾブ、マジリ、ヤズダニ、注目はマハダビキア、そしてアリダエイのワントップになっています。この選手がアジア屈指のストライカーアリダエイ、そして控えのメンバー、今回は若い選手を比較的多く連れてきました。監督はプール・ヘイダリ監督です。まあ、アリダエイというのはイランだけじゃなくてね、はい、まあ、アジアのサッカーの一つの顔って言えると思いますね、はい、
非常にコンスタントに長くね、本当にあのストライカーとしてあの各チームを脅かしてですね、はい、だから秋田選手がね、とにかくそのアルダイエとやるというのはやりがいがあるって言ってましたね。やっぱりそれぐらいやっぱりこういい選手と戦いたいというのは、はい、まあ、多分バックの一つ の, こうあの課題、あの目標と思うんですね、はい、それ戦いたい相手というのはいかにその相手が素晴らしいということが言えると思いますね、はい、アリダイエは現在、ドイツブンデスリーガの、今シーズンからヘルタベルリンで、プレーをすることになっています。澤さん、はい、川添さん、はい、そのね、秋田選手なんですけど、非常に気合入ってましたね。あ、そうですか、はい、それとですね、あと相馬選手ですね、はい、2番の真原美希也、はい、はい、この辺の戦いになるんじゃないかなと僕は思うんですけどね、はい、さあセンタリング上がって逆サイド、ゴールラインを割りました。今日のピッチ解説にはいつものように川添浩一さんを お願いしております。ピッチの方からもその心臓の鼓動まで聞こえてくるようなそんなリポートを、お願いしたいと思いますが、いきなりイランがコーナーキック最初のチャンスを得ています。さあ注目は10番のアリダエ、真ん中こぼれた、ロペスがクリアします。今よく体張ったんですけども、はい、本当決定的なチャンスになりましたね。ちょっとやっぱりあのこぼれたボールのね、はい、勝利がちょっとやっぱり集中が高くなかったですね、今の日本はね。ちょっとダエイの上にボールが行ってしまったようです。しかし柱谷さんも、はい、まあ、ディフェンスとして直接あのアリダエイと戦った経験があるわけですよね。そうですね、はい、もうあの肌を合わせた感触としてはどんな選手なんでしょう。やっぱり大きいなって感じですよね、はい、もう横幅もあるし、意外と大きいんですけど器用なんですよね、はい、だからやっぱりもうアジアを代表するやっぱストライカーになる選手かなと思いましたよね、やっぱりね、はい、まだ最初やった頃はそこまで有名じゃなかったですからね。まだ30歳ですからね。そうですね、その頃はもう僕の井原の方が有名だったですからね。まあ、あの戦いの後ですね、ドーハの後96年のアジアカップでは得点王になりました、このアリダエイ、まあ、その大会の活躍が認められてヨーロッパを中心に今活動するようになって、まあ、FC ケルン、あるいはヘルタベルリンという本当にドイツの一流のチームで、プレーを続けていますアリダエイ。バイエルン・ミュンヘンでも、あ、そうですね、そう、優勝してるんですね、やっぱりブンデスリーガで優勝できるっていうのはやっぱりすごい実績ですね、その第2のワントップ、さらには先ほど川添さんのリポートにもありました背番号2番右ウィングのマハラビキアを中心としたこの攻撃力に対してどう守っていくかなんですが、そのマハラビキアに合わせていきました。背番号2番のマハラビキア、身長177センチなんですけれども、とにかくこうご覧のようにこうがっしりとした体です。非常に速い選手ですね、この選手もハンブルガーで、プレーをしております。先ほどのそのマハラビキアに対してのファール、この位置からのフリーキック、あ、そのマハラビキア浮かせた、あ、こぼれている。あ、今88センチありますハシェミナザル、背番号6番に合わせていきましたイランです。フィリプトルシェ監督、まだ立ち上がり様子を見ているという状況なのかもしれませんが、しかし川さん、はい、川添ですけど、はい、今川口ファンブリングしたのすっごい怒ってましたね、はい、ここはもうしっかりキャッチしろということなんですね。いや、相手がでかいですから、キャッチっていうのがやっぱりパンチが逃げるべきでしょうね、遠くへ、はい、なかなか前に攻め込ませてくれません。中盤に多くの人数を割いています今日のイラン、3-6-1という形になっています。また逆にセルジオさん、はい、再三言われてます今回のですね、日本代表いわゆる中盤を構成するべき、選手、さあロングで打っていきました選手というのがですね、まあ、はい、中田は昨日のオリンピック代表のゲームで出て今日は出られない、はいはい、そして奈良美は、まあ、セリエ A のゲームをもっと重視したいということで今回帰ってこない、はいはい、果たして今日はどういうゲームメイクをしていくのかというのも注目ですよね。そうですね、だから、まあ、
中田がねあの、はい、コンパアメリカも行ってないし、ねまあ、今回はオリンピック代表で要するに昨日出たからね、はいまあ、七海が ね今回来る予定がやっぱりいろんな事情で来れない、はい、ミドルで打っていったこれで入った当たったですね相手にね、コースが変わりましたね。コーナーキックからのこぼれた球を最後に押し込んだのは奥ですね。奥ですか、はい、蹴ったボールが相手に当たってコースが変わったんですね、はい、日本代表先制いたしました。先制ゴールはジュビロの奥大輔。前半の9分です。さあ今のシーンです。三浦敦弘このボールをこぼれて、あオウンゴールになるんですね、はい、まあ、スルーしとけばゴールキックっていう、はい、まあ、日本に運が良くて、はい、まあ、イランとしたら運が悪かったですね、なんかジョホールから思い出すんですね。キーパーがこぼしたボールがオカンノに残ったっていう、はい、なんか日本と戦う時にちょっとついてない失点が多いなっていう感じがしますね。なるほど。さあしかし前半の9分という時間帯に日本が先制しました。柴谷さん、はい、昨日のオリンピック代表もそうでしたけれども、やっぱり先制した後日本代表がこの後どういうふうにゲームを作っていくかですね。そうですね、ここで落ち着いてですねボールを回して相手の出方を見るやり方もありますし、はい、もう1点も相手が落ち込んでいる間にその1点を取ってしまうというやり方は2通りあると思うんですよね、これがちょっと見どころですね。さあこの大英の強さ、2人がかりでマークいきます。そして伊藤輝吉、中澤です。しかしね、日本の初シュートが得点ですからね、昨日もそうですね、初シュートが得点っていうのは昨日はこの有田瑛に対してのがっちりとしたディフェンス、やっぱりこの辺が今日の日本のディフェンスの、まあ、すぐね、大瑛に注目より、はい、日本のチームはねやっぱり2列から上がってくる選手をどう掴むということが、まあ、マーボールの一つのポイントになるんじゃないかなと思うんですね、そうしますと右サイドのマハダビキア、あるいは左サイドの背番号7番のマジディ、この辺の選手の動きにも注目です。そうですね、特に前半の立ち上がりは非常に右からね、はい、イランが攻めようとする意識がちょっと強く感じますね、はい、左からほとんど展開がこの時間帯まではないですね、はい、ここでイランのフリーキックになります。さあ1点を取った後じっくり見ていくのか、あるいは畳みかけていくのか日本代表。さあここで後ろでボールを回している感じになっていますが、さあおっとこれはパスが通りません。さあしかしイランを迎えてのこの日本代表最後のゲーム、1対0と日本がまず先制しました。日本代表が9分、まあ、オンゴールによる1点を先制しました。しかしやはりアジアの雄イラン、有田瑛を中心としたその分厚い攻撃陣がじわりじわりとこの日本ゴールへと迫ってきます。トルシエがもう早くも立ち上がってます。中澤、白谷さんもこの中澤という選手もですね、はい、今シーズンプロ契約したばかりで、そして、まあ、チームのレギュラーになりオリンピック代表に選ばれ、そしてこの今年最後の A 代表のゲーム、ついに、まあ、フル代表まで上り詰めたと、本当にシンデレラボーイと言っていいでしょうね。そうでしょうね、しかしもう昔から知ってますからね、僕一緒にやってますから、はい、彼の日頃の練習態度とかやっぱり素晴らしいものありますよね、やっぱりそうやって練習してきたからやっぱりここに入れるんだっていうことをね、はい、本人は本当自覚してますからね、やっぱりもういい選手ですよ彼は、はい、高校卒業して単身ブラジルに渡って練習生としてじっくりと力をつけて日本に戻ってきて、そして今年の1年間のサクセスストーリーを作りました中澤です。そして三浦敦弘が本来の自分のポジションである左サイドで、相馬と2人で左サイドを作っています。フラット3、左に秋田、その秋田から前線の上へのパス、これはヘッドでクリアされます。多少の厚さもあるんですけど、まあはい、イランは、ね、長旅でそんなに、体の準備もでき
ってないかもしれないですけど、はい、日本の人はちょっとまあリードしてるとはいえ、まあ、あのシュート1本以外はね、チャンスができてないんですね。そうですね、そのゆっくり回してる、同じリズムで回してるという、はい、そういう感じがしますね。あ、まあ、今リードしてるからあの無理しなくても済むんですけども、はい、ただやっぱりあのラッキーな、ね、1点が入らなかったら、やっぱり点取りに行くというつつき方はまだしてないですね。なるほど、本当はあの満面なくボール回してるとそういう感じが起きますね、はい、これも先ほど言いましたそのいわゆるこうゲームメイキングをする選手がですね、誰がしていくのか、あるいはそのゲームメーカーというのを作らないのか、今日のゲームどうなんでしょうね。そうですね、ただやっぱり各チームにね、アチャンスですね。さあ左から、さあ森岡クリア、しかしシュートは左、最後に打っていったのは背番号9番のエスティリー。まあ、各チームね、奥にしても、あるいはその三浦にしてもね、はい、その役割をある程度やってますからね。セレジオさん、はい、服部にアップの命令が出ましたね。懐かしいですね、久しぶりじゃないですかね、トルシエアップっていうのは、試合始まってすぐアップさせるっていうのは、誰が脅かされてるんですかね、今回。セレジオさん、はい、それとやっぱ2列目、強烈に速いですね、イランは。速いですね、だから、まあ、そのダイエーっていう気力が、あるいは相手にすごく引きつける選手がいるからね。そうですね、それでただポイントはね、2列目から来る選手と思いますね。それとポジショニングが絶妙にいいですね。そうですね、はい、まあ、やや、ね、右に傾いてるなという感じがするんですけどね。あ、やはり、そのマハラビキアがですね、ダエイと今平行になってるぐらいのところにいますからね。今映ってますけれども、攻撃にかかるときにはこうワントップというよりはやはりスリートップ気味になってくるんですね。そうですね、まあ、イランもそうですけど、日本もね、上がほとんど左に張ってね、はい、なんかこうお互いが見たことを向こうサイドで結構こう駆け引きしてるっていう、こっちの方がやや広いけどもあんまり使われてないという感じがしますね、さあ伊藤のドリブル、伊藤のドリブル、右にロペスが待っている、そのロペス逆サイドに、はさあ上が上がる、これはディフェンスの背中に当たってフリースローです。今伊藤のね、個人技、はい、いいですね、スペースが右サイドに、このドリブル、はいはい、生まれてるから、伊藤の特徴として大いにこういうプレーを右からやってくれればなという感じがしますね、はい。まあ、本当に伊藤のドリブルというのはどの年代 の, その代表に入ってても何かが起こるというような予感をさせるプレーですからね。そうですね、だから本当にあれにこうある程度凝ってね、はい、多少の体力非常に消耗するというプレーですけども、意識的にこの、まあ、一つのこう色をつけてね、はい、ドリブラーっていう何回も何回も継続的にやればもっと面白いと思うんですけどね、はい、さあここで、白谷さん、はい、川添です、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。こういう時のイランの守ってる時って怖いですよね。なんかそうですね、死んだふりするのが前ですからね。あ、だからもう疲れたって言いながらもうスピードアップしていきますからね。さあ伊藤の折り返し、ジョー・ショージ。川添さん、川添さん、はい、3人ここのチームの、ね、選手が、ブンデスリーガーでやってですね、はい、よく日本はゲルマン騙しってよく言葉を使うんですけども、そういうことできるからやっぱり向こうで選ばれてるかもしれないですね。そうですね、はい、アジアの中でも最もヨーロッパに選手を送り出しているのはイランなんですけれども、現在10人以上の選手が、まあ、ドイツでプレーをしておりまして、その中で今回、このメンバーに戻ってきたのが4人です。現在、ピッチに出ている中では12番のヤズダニ、そして2番のマハラビキアと10番のアリダエイト、この3人が今ブンデスリーガーでプレーをしています。もう一つはね、イランの一つのこうサッカーのやり方っていうのは、はい、勝ってても負けてても、崩さないですね、自分のサッカーのやり方、はい、必ず確実につないで、はい、やってくるっていうね、はい、勝ってても負けてても、焦らないところがすごく不気味に感じるんですね、はい、それはもうイランは昔からその90分間ということを考える、同じことやるんですね、はい、やってて本当にこっちがリードしてても、焦ってこないっていうね、常にその冷静に戦える、はい、集団だなって感じしますね。あの
そのドーハの時にはですね、はい、2対1で日本が唯一敗れたゲームだったんですけれども、あの時の2点目も本当にあの1点をリードしてて思いっきり引いて引いて、そしてあの後ろにぽっかりスペースができたところをダエイに突破されたんですよね。そうですね、あのオフサイドトラップをうまくかいくぐられたんですけども、はい、未だに僕はあれはオフサイドじゃないかなと思いますよね。まあ、あのシーンは何度見てもそういう気がしますよね。まあ、そしてその後は、まあ、本当2年近く前になるんですけれども、ジョホール場での戦い、今度は日本があのゴールデンゴールで3対2イランを破ってフランスへの切符を手にしたゲーム、その相手もこのイランでした。トバさん、はい、トルシエがですね、中澤伊藤の前のスペース、奥に埋めるようにって言ってるんですけど、なかなか通じてないですね。なるほど、スルーさん、あのフラット3が機能するためにはそのボランチのその働きというのが非常に重要だというお話をされてましたけども、ね、そうですね、はい、だからまああの2トップと戦う時のフラット3と、はい、今日は1トップ気味でね、はい、あのまあ、大英にマンツーマンで誰かがつくということもないんですけど、まあ、要するに2列目の相手の飛び込みと同時に、はい、まあ、ボランチのねそれに関した警戒というのは、はい、普通の試合より必要になってきますね。この時間帯までは、ここは、はい、あのファルにしろ、まあ、いろいろ意味で止めてるということが言えますよ ね、 これはね、はいはい、あ、今の止め方に対して中澤に注意が与えられましたが、さあまだちょっと距離はあります。さあダエイが後ろに構えています。さあここはダエイで来るのか、そのありダエイ、しかしこれは大きすぎました。日本代表対イラン代表1対0、日本がまだ1点のリードをキープしています。9分にオウンゴールで日本が1点をリード、そしてその後は、まあ、一進一退というよりもどちらかというとイランの方が押し気味にゲームは進んでいます。先ほどのアリ・ダエイのフリーキック、大きくクロスバーを越えていきました。和江さん、はい、あれ上に関して非常に大きな声です、ね、そうですね、ポジショニング1枚下がって、はい、相馬のポジションに入れって言ってるんじゃないですかね。だから日本もワントップ、ルペス1枚でワントップで行こうっていうようなことなんじゃないですかね。まあ、相手がワントップでハーフにあったのに非常に相手のニーズが多いという、そういう読みですかね。そこから右に作っていきますが、伊藤の前でカット、果敢に飛び込んでいきます奥ですが、さあこのロングボールが怖い。さあ左サイドから上がりますマジディ、そしてペナルティーエリアの中カバーに入った、ゴールライン割りました、ゴールライン割っています。伊藤がよく戻りました。今中が準備できててね、あの、まあ、一つの判断でフェイントかけて、まあ、それが結果的にセンタリングが上がらなかったのは、もう大栄がもう即言ってますね、はい、いるのにっていう感じですね。でそういうプレーも非常にその展開そのものには成功しなくても、はい、次の同じ局面になった時にね、その選手がそこを見るようになるんですね。柱台さん、はい、川添です、はい、こういうリズムになった時柱台さんだったらどうしますか。いやもうここはちょっと我慢ですよね。我慢ですよね。もう相手のペースなんでここは我慢しろ我慢しろということを伝えますね。さあ強烈なスピードで秋田と競り合いましたマハラビキア、しかしすごい勢いですねイラン。これはやっぱり1点を追っていくその姿勢がそのままプレーに表れているわけなんですが、まだあのイランの方もいわゆるこう本当のフル代表を固めていたわけではなく、またあのオリンピック代表も敗れたということで新たな年代を加えて新しい A 代表を今作っている最中ということです。さあそんな中で全てがテストマッチという状況になっています。このイランポール・ヘイダル監督の前での自分のプレーを、あ、このポール・ヘイダル監督アピールしようというこのイラン代表です。このセットブレーク気をつけてほしいですね、流れが悪いだけにね、さあこぼれたロペスが叩く、さあワンフェイク入れて直接打っていきますが、ここもまだディフェンスの壁の中、あ、オフサイドです。これはオフサイド、綺麗にラインを上げていきました日本のディフェンス陣。
セルジオさん、はい、フラット3正念場ですね。正念場ですね。あのうまくねやっぱりあの2トップでねやってるとかいいんですけど、このゆっくりつなぐじゃないイランのチームって、はい、やっぱり南米とちょっと似てるところがあるんですね。早めに来た方がライン作りやすいんですか、あの押し上げしやすいんですけども、じっくりじっくり来るからね、上がったり下がったりね、中途半端になるんですね。そのあたりがやっぱりこう早く仕掛けるチームとはフラット3が機能してるんですけども、こういうチームね嫌ですね。やはりボールを回すことによって2列目の選手に準備をさせてるんですよね。その通りですね、はい、すごいですね。中盤の4人の選手の出るタイミングっていうのは全員狙ってますもんね。今もちょうどフォワードが3人並んでいます。攻撃になりますと真ん中にアリダエイ、そして右側には背番号2番のマハダビキア、そして左側には7番のマジディというこの選手が3人並ぶように、その日本のフラット3とちょうど平行に形を作ります。南米選手権、失礼しました、コパアメリカでうまくいかなかったこのフラット3が、お中澤が、あ危ない、どうだ、今中澤がね、キーパーまで全部返さなくていいんですよ、はい、今はねもうサイドにね、ある程度危険と思ったらあのセーフファーストで逃げても決して悪くないんですね、はい、だから大事に大事にね、川口に出そう、追い込まれた、どうしようどうしようところにチャンスが生まれてますね、もったいないですね、まあ、この辺りもね、中澤もやっぱりこれぐらいあのハードきつい相手と国際試合やるのはおそらく初めてですね。オリンピック代表入って、まあ、悪いけども非常にまだレベルが低いところと当たってるんですね。あ、まだあのオリンピックの一次予選ですからね、はい、まあ、選別要するに本当の代表 の、あのレベル、この強い速いイランの選手のにいい経験してるじゃないかなと思いますね、ようやく今のロペスへのボールでコーナーキックを得ました日本。伊藤が蹴ります、そして中澤が上がってきます、ボンバーヘッド、ロペスはファーサイド、 その外にジョー、おーっとボレーシュートを狙っていきましたが、これまあシュートまでいったというのは、はい、いいことじゃない、まあ、セットプレーでね、はい、押されている時にやっぱりセットプレーから1点取った、はい、またセットプレーになる時に非常にこう期待を持たしますね、はい、ただやっぱりコパアメリカからこの時間帯までね、流れの中でなかなか形ができないことがねちょっと気がかりですね、これはね、はい。どうですか、はい、今日のここまでのゲーム、特にディフェンスから見た今日のゲームというのは、まあ、3トップになるときによく我慢して3バックは守ってるなって感じしますね、はい、だからここでやっぱり引くんではなくて、今のところ高い位置でまだ保ってるんで、はい、なかなかこう勇気ある、今日のディフェンスだなって感じしますね、はい、上奥のワンツー、そして日本ボールになります。ただ前の方のそのボール回しがまだうまくできてないな、はい、中盤のボール回しがいまいちだなって感じしますよね、おっとこれは明らかに足を引っ掛けられました。それはやっぱりあの人数の差というのもあるんでしょうかね。いや、コンビネーションの問題だと思いますね。守るための約束ごとある程度できてるけども、はい、例えばトップに入った時に2列目がどういう動きする、もらいに行くか、開くか、裏に入るかという、はい、そういうはっきりした約束ごとはできてないですね。裏が構えます。これ一番近い壁に当たってしまいました。もう一度日本ボールのスローインになります。今はねレフリーは戻してもおかしくないぐらい壁が前に動いてますね、はい、三浦千代本来は左サイドでのプレーが生きる選手ですが、あっとジョーの体に当たってしまいました。川瀬さん、はい、ジョホルバル思い出したら、はい、気のせいけども今日の方がイランのファンが多いですね、向こうそうですね、日本のホームのはずのにねいや日本はワールドカップ予選ジョホルバルでやってよかったと思います、これはもう完全にやりたい一人残ってました。今のようにこうゾーンで3人できっちりと、まあ、攻めている時にそのラインを作って相手からのオフサイドを狙っていこうというのが基本的なそのフラット3の待ち方なんですが、特
にアリダエイのような強烈なストライカーを要するそのチームにとってはこれもったいないですね。あの持ってるボールを、ね、最終的に競らす形で競り負けるっていうね、そのあたりがやっぱり後ろにいる3人フラット3の人数を回しながらそこに我慢できない、はい、追い込まれたら1人に追い込まれたらキーパーに返す、キーパーが蹴る、はい、持ってるボールを、ね、競らしてしまって取られるというのはもったいないですね、はい、マハルキア空中戦一旦は大きくクリアしますがまだイランボール、ここでのディフェンスライン、セルジオさんの単純に引くだけでなく、はい、きちんとマークするべき選手はマークしてましたよね。そうですね、はい、伊藤輝カットされました。さあそしてイランの選手がどんどん前に上がってきます。さあイマインファーセンタリング、サイドから崩してきます。イランタバさん、これはロペスへのファール。タバさん、はい、柳沢にアップの指令出ましたね、あそしてロペスが今左の膝を抱え込んでしまいました。川添さん、ジョーですかね。どうそうですかね。あ今そうみたいですね。トルシエがジョー呼びましたね。なんか話するんですかね。テクニカルゾーンのいっぱいいっぱいのところまで出てますが、なんか怒ってますね。なんでしょうね、あの柳沢がアップしだしたって報告したんですかね。まあ、トルシエ流の、まあ、知った激励法というんでしょうかね。あのトルシエ曰くその自分はひねったメッセージを送ってるんだという言い方を、まあ、この前表現してましたけれども、いわゆるこうまっすぐにあのダイレクトな言葉でこう激励するんではなくて、いわゆるこうひねった言葉で逆の意味でその選手たちを激励しているんだというようなこう言い方をしてましたけどね。ただやっぱりあの、まあ、僕は一つあのトルシエ監督に失礼かもしれないけども、はい、試合やる前に今日の試合はそのいろいろテストケースにしたいという話なりに、はい、なんか昨日の韓国戦よりなんかナーバスになってなんか勝ち点がある試合みたいに選手らにいちいちあの厳しい指示を与えて混乱しているという感じがしますね。もう少しやっぱりそれなりの趣旨だったらもう少しゆとりを持ってね、持たして選手らにプレーさせてもどうかなという感じがするんですけどね。だからどっちかにすればいい、そうしたらもう試合前からね、はい、今日は勝ちに行く戦うんだという、ところでこういう厳しさの中ではあの分かるんですけどね。またトルシエが出てきてます、はい、だからこれはね、上にもっと中でポジション、ああいうジェスチャーというのはやっぱりすごく混乱しますね、選手ら側からすればね、センターフォワードのそのジョーとロペス その距離の問題でしょうね。開かないでもっと近くにいなさいってことですかね。左に、ね、張りすぎてる。僕は最初は、ね、トルシエの指示と思ったんですけども、はい、ちょっと張りすぎてるんですね、はい、左にね、はい、ですからその縦にロペス入った時に孤立してしまってると、はい、いうところでツートップの意味がなくなってしまってるっていうことでしょうね、ロペスとの距離感、はいはい、さあゴール前に行きましたが川口です。早いボール、はい、トルシエ柳さん早くしろって言ってるんですけど、サミアコーチがまだだまだだって止めてますね。早くしろということは川添さんもこうすぐ交代というそんな感じですね。あさあ今のもう早くも交代ということもあるようなんですが、果たしてトルシエ今日のこのゲームにまた何を求めているのか、この昨年の10月に、トルシエ対戦がスタートして、ちょうど1年が経ちまして、まあ、初戦そのちょうど1年前のこのキリンチャレンジでエジプトに勝って以来 A 代表の勝ちがありません、まあ、そういう意味ではセルジオさん、ちょっと勝ち星というのが欲しくなったのかもしれませんよね、はい、ただねあの勝ち越しもいいんですけどね、うん、やっぱり肝心な内容ですね、はい、形ができないんですね、はい、あのパターンができない、まあ、昨日もあのオリンピック代表も4点取ったんですけどね、はい、はっきりした形は何だということが明確にならないんですね。それは攻撃という意味でですね。そうなんです、はい、もちろんだからそのあたりのねやっぱり監督としたら、はい、おー伊藤が早い
一番評価されるところはそういうできた形ですからね。なるほど、監督として歯がゆいと思いますね。さあスルーした、強いフィジカルのイランです。もう一度伊藤、中へ、ちょっと奥が迷ったか、まあ、勝ち負けの世界では一勝は一勝ですけどね、はいはい、あ後ろから来た、まあ、内容的にやっぱり思うようにならない時のね、はい、こだわりっていうのはやっぱりあってもいいと思いますね、いやしかし柱谷さん、はい、イランのフィジカルっていうのは強烈ですね。そうですね、強いですね、もうこれはもう昔からですよね、はい、しかしもう今 その日本の選手も負けてないですよね、はい、もうすごく日本の選手のフィジカル上がったと思いますね、はい、今のプレーに対してイエローカードが出されました、7番のマジリに対してのイエローです。柱谷さん、はい、なんか我慢の時間をなんか耐えしのいだった感じありませんか。そうですね、まだ少し相手のペースかなって感じするんですけども、ここで気をつけてほしいのはあのミスから失点しないようにもうプレーをはっきりすることでしょうね、うん、ここもまたオフサイドをしっかりと取っています。今のところはまだその完全に裏を取られるようなことはありません。あ、まあ、本来は、ね、あの0対0というスコアがこの試合に一番ふさわしいスコアだと思うんですね。あ、まあ、日本が1点リードしているというのは本当あの得してるしついてるしね、はい、だから本来両チームもイランもね、はい、ここでリードするところまでまだ作ってないですね、はい、本当に五分五分という、はい、そういう感じの試合ですね、はい、しかし1対0と日本が今リードしています。なんかこうライオンのような状態になってるんですけども、あここでハットリー呼ばれましたね。ハットリーは話だけじゃないですかね。なるほど、何かこう次ハーフタイムに何か考えてますね。そうしたら、ね、そうですね、具体的な今指示を与えているようですね。確か伊藤にしてもあるいは相馬にしてもね、はい、3バックスの良さっていうのは、はい、その前のラインがある程度攻撃参加できるっていうことが、この攻撃に出るときにフラット3の一つのメリットですけども、はい、まあ、伊藤が1回ドリブルで上がった、相馬があんまり上がらない、右も孤立であんまりサイドからの攻撃ができてないんですね。そうですね。あ、ワンツー、お、あー惜しい、福西へのボールが通りません。今の奥 のスペースの飛び込みは、はい、飛び出しは非常に良かったですね、もっともっとやっぱりその裏を狙うという必要性があるじゃないかなと思うんですね、はい、意識的にね。さあサイドチェンジを狙ってきましたが、ここは伊藤、そして奥前に出します、ジョーが1回戻します。どうですかね、ストライカーがあの辺りでプレーしてて、まあ、いくらワントップでジョア特徴的なそういうところのプレイヤーじゃないと思うんですけどもね、悩んでますねジョーもね。そうですね、ちょっと今首をかしげながらプレーしてますが、はい、さあ今ロペスが一人でボールを持っています。そこにどうやって詰めてくるのか。さあジョーが上がるか、後ろに戻す、まあ、相馬、そこまで上がってね、はい、今また最終列まで戻ってきてしまいました。柱谷さん、はい、リーグでね得点争う選手がね、はい、何しなくてはいけないということが一番分かってるじゃないですか ね。 そ、 うですよね。そのあたりがやっぱり普段ね F マリノスでやってるプレーでいいじゃないかなっていう感じがするんですけどね。そう思いますね。代表だからっていうところでね非常に混乱してるなっていう感じがしますね。彼の一番いいところが消えてますよね。そうですね、だから、はい、トリシャ監督もね、まあF マリノスでやってるプレーを見て選んだはずですから、それを生かすのが一番簡単ですね。あまり準備がない、集まってすぐ試合やるって言ってるなりに、なんか代表で別なことをさせようところに混乱が起きてますよね。ここでそのジョーがどういうふうにプレーするのかちょっと見物ですよね。そうなんですね、はい、まあ、F マリノスでは現在その J リーグ日本人最高の13点を取ってましてね、ようやくジョー復活かという今シーズンなんですけれども、メディアにほとんど入ってないんですね。入ろうとしない、はい、あの辺りがねやっぱりちょっと気になりますよね。なるほど。40分も経過しました。前半9分の1点のみなんですが、さあイランのチャンス、ロペス少しフェイント入れる、シュート、確実性だ、オフサイドです。この前にオフサイドです、はい、マジディのところにボールが行った段階でオフサイド。ただサッカーにはね今完全オフサイドですけどね、はい、オフサイドでも入ったらね、はい、相手のお客さんがね、はい、あれオフサイドじゃないじゃないかって、けどもオフサイドでもキーパー岩みたいに防げばね、はい、あこれは仕方ないとなりますよね。はい、セルジオさん、はい、
さあ上りにも5出ましたね。後半から出るんじゃないですかね、はい、あのグラウンドの中も混乱してるけども外のアップも非常に混乱してますね。いや先に取った先制点が本当にプレッシャーになってますね。なってますよね、はい。川添さん、はい、これ予選じゃなくてよかったです。そうですね、本当になんかこれで勝ち点でね、これで勝ったら重苦しくなりますよね。でも懐かしいですね、こういう緊迫した中でベンチも動いて動いててやるというのはいいですね。確かにあの今年の、まあ、トルシエジャパンになってからはこの昨年の10月のエジプト戦で勝って以来一つも勝っていないというそういう状況の中で1点をリードしてこれをどう守っていくかと、これまた今までの今年行われたゲームとまたちょっと違った雰囲気で現在の試合が進められていますよね。まあ、得意といえまたセットプレー崩れで1点取りましたね、はい、そのあたりがやっぱり流れの中で取れない、はい、それもまあ監督もそうですけども、まあ、選手らも ね、あの必死でやっぱりこんなはずがないとやろうとする、ね、そこにベンチがいろいろ選手らに厳しいあの指示をする、やっぱりなんか雰囲気的にこう流れもなかなかあの良くないなというそういう感じが受けますね。さあ三浦城前にロペス、お三浦がいいドリブルを見せる。こういうのを吹っ飛ばすのはもう1点取るしかないですね。そうですね、今三浦がいいところでボール持ったんですけど、ジョーが、ね、動けなかったんですよね。ちょっとあの怪我とかしてるのかコンディション悪いのかって感じするんですけどね。ジョーは今左膝をちょっと痛めてるんですよね。センターハードとしては絶対もう裏を取る動きをしなきゃいけない場面だったんですけどね、はい、そこが、まあ、あのなるべくこう左膝に負担をかけないように今日の日を迎えてトレーニングしてきたということなんですが、しかしやはりイランとのこの激しい当たりの中で少しずつその影響が出てきているのかもしれません。川添さん、はい、朝霞城はできるだけこっちのベンチからそういうところにポジション取ってないでしょうね。これはね、高校じゃないんですか。なっとここは引きずり倒されました。秋田もしかし大丈夫でしょうか。ちょっと顔をしかめています。キャプテンマークをつけています秋田。ただやっぱりリードしているせいもあるかもしれないけども、はい、日本の2列目がトップにボールが入った瞬間にフォローする、あるいはトップのラインを越えていくというシーンが非常に少ないですね。あ、まあ、今ですとあの奥が、トップからすぐ下の 1.5 列目ぐらいのところにポジショニングしているんですが、まあ、ただ一勝狙おう、これが勝ち点がある試合で一勝狙う場合にはこの試合では良しとしなくてはいけないんですけども、内容を求めたらちょっともう1点取りに行くのにちょっと1点だけで満足しているというそういう試合をやってますね日本がね。まあ、この辺もまだ本当にあの言い訳ではありませんが、組んで3日間しか経ってないチームの中でどうやっていくかという難しさはありますね。さあ、間もなく前半の45分になろうとしていますが、いわゆる嫌な時間帯になってきます。平谷さん、はい、このやっぱり追い込み方もさすがですよね。そうですね、よくあの組織されてますね。さあロペスパーのワンツー、いいボール出ましたね。クリシー、クリシーが上がる。さあ上へ繋がるか、裏を取れるか、あー惜しい。狙いはいいですけど ね、いや初めていい上の動き見ましたね今。あそこが職場じゃないですか上。あのあたりにうろうろしてたらそれで十分と思うんですよね。ゴール前でのジョーの動きは素晴らしいですよね。ロスタイム1分です、はい、さあそして今45分を過ぎましてロスタイムも1分という、まあ、今有田エイ川口の真正面に対します。まだダエイの決定的なチャンスというのはイラン作れていません。セレジオさん、はい、すごい長い45分ですねこれ。怪我人もあんまりなくて中断があんまりないんですけどね。なぜそう感じるのはやっぱりシュートシーンが日本チームとして非常に少ないからじゃないですか。なるほど、はい、まあ、イランも確か攻め組んでるという部分もあるんですけども、なんかこうハーフラインあたりでほとんど試合が起きようになっているという感じがしますね、はい、あ強い強い、この辺は強い。さすがに有田瑛衣です。ようやく大らしいプレーが出ましたが、柱田さん、はい、シュート打つっていうのがやっぱワントップですよね。そうですよね、あの辺はもう彼のシュートレンジに入ってますからね。ブンデスリーガで活躍しますアジアナンバーワンのエース有田瑛衣、しかし
ダエイのシュートを防いで前半は1-0、日本がリードしてこのゲーム折り返すことになりました。後半に日本代表どうやら3人メンバーを入れ替えてきました。フォワードは今映っておりました柳沢がロペスに代わって登場します。そして、沢登り4年11ヶ月ぶりの日本代表復帰をいたしました沢登り、そして、背番号6番のですね服部もこのピッチに姿を現しました。秋田と交代ですね、はい、ご覧の服部が秋田と交代、そして14番の沢登りが代表復帰。さあ1-0とリードしたこの日本代表今年最後のゲームになります。このリードを保ってさらには広げて1年のその締めくくりを勝利で飾れるのか。今後半のキックオフです。柱谷さん、はい、いきなり、まあ、いきなりと言いますかね、後半に入って3人メンバーを入れ替えてきました。そうですね、あれメンバーチェンジによってその流れを変えたいということでしょうね、はい、早速その沢登りです。その沢登りの左サイドの突破から後半が始まりましたが、ポジション的には左に張らせてるみたいですね沢登りを。そして、ジョーと柳沢のツートップになります。三浦がボランチの位置ですかね。そうですか。いや伊藤と三浦がそうです、ねはい、伊藤が福西のポジションで、はい、三浦が右に出たんですね伊藤のポジションでね。森末監督が動きました。さあということはその沢登りにまた中盤を作らせようという形でもないようですね。まあ、ある程度そのポジショニングをこうある程度決めてやるっていうタイプの監督ですね、はい、そこのポジショニングを充実に考えるときに、はい、結構ナーバスになるみたいですね。なるほど。ただ単独チームでね、はい、サーノボールとかになったら非常にそのフリーでね、自由にその役割を与えられているという部分があると思うんですね、はい、そこにやっぱり代表に入るときに、ちょっとこう孤立してしまって、うん、川口が出てきます。ちょっと動きがねぎこちなくなる時もありますね。ただ、ベテラン沢登り、まあ、今回の日本代表のメンバーでは唯一ドーハ組としての、メンバーになっています。川さん、はい、あとやっぱり沢登りのキープ力で相馬のオーバーラップっていうのはあるんじゃないですかね。そうですね、前半は、いわゆるトイメンのマハラビキアとの競り合いによって相馬の上がりというのがほとんど見られませんでした。前半のシュート数などの比較なんですが、日本がわずかに3本です。逆にイランの方は5本を打っているんですが無得点。今のような柔らかいボール柳沢には届きませんでしたが、沢登りらしいプレーが一つ今出ました。また沢登りです。柳沢入って3人のメンバーオフサイドです。ここは5人がほぼ横一列になりました。そのラインを仕切るのは森岡、秋田が下がりましたのでキャプテンマークをつけています。今のこのラインの操作なんですが、きっちりと2人を置き去りにしました。柱谷さん、はい、今まで日本代表のディフェンスの中心といえば、井原選手だったんですけども、はい、今回はコパアメリカでの累積ということで出られませんでした。またオフサイドを拾っています、その穴を埋めて十分という森岡の最近の活躍なんですけれどもね。そうですね、本当1試合ごとに本当安定感というのが出てきましたね、はい、あとはもうこのポジションやっぱ経験ってのはすごく大事ですから、どんどん経験積むことでしょうね、はい、ただ井原に比べるとまだまだかなと思いますけどもね、もっともっと努力してね、はい、経験積んでほしいなと思いますね、田場さん、はい、その森岡なんですけど、今日の朝の8時の時点でなんか決めたみたいですね。あ、そうですか、はい、今ちょっとジョーにスパイクされ、ジョーの頭にですね今スパイクが当たりまして倒れています。あ、大丈夫だと言っておりますが、柱谷さん、はい、森岡はですね、その
足を痛めてまして、はい、本当に出場するかどうかが微妙だったわけなんですけどもね。そうですね、もうその辺がやっぱりやりたいっていう気持ちやっぱり強いでしょうね、本当その気持ちは大切だと思いますね、はい、彼にはその違反にない素晴らしいものがありますからね、はい、今のプレーに対して日本直接フリーキック、さあそして柳沢が蹴った、壁に当たります。沢登りですね、沢登りですね、はい、失礼しました、沢登り。日本ボールです、日本ボールです。まあ、このモヤモヤもね、吹っ飛ばす意味でやっぱり前半のね、はい、立ち上がりにもう1点リードしてほしいですね、はい、本当にこのまま 1-0 で、1点差というので本当に見てる方もなんとなくこう重苦しくてシュートチャンスが少なくてね、はい、もっとせっかくね、昨日も今日もね、はい、2日連続ね、ニュージーランド勝って応援しに来るサポーターのためにもね、そうですね、もう少しやっぱりうわーってね、こう、はい、喜びのね、応援ができるようにぜひ頑張ってほしいですね、はい、奥から前、おっと走り込んでいません。前半のシュートは3本しかありませんでした日本。イランボールです。柳沢にシュートが生まれるのか。この柳沢もオリンピック代表のゲームをからこの今日のこの A 代表の方のゲームでの出場を任されましたが、後半からの出場。斉藤、伊藤のこのドリブル、このドリブルが何かを起こすのか。まだキープしています。セルジオさん、この伊藤がですねボールを持つと、はい、イランのそのディフェンスが混乱しますよね。そうですね、あの辺りの破壊力を持ってますからね、はい、今の場所よりもう少し、あそこから前そうですね、はい、やっぱりバックラインに脅かすっていう、スルーパスも出せるっていう、ね、その辺りでやってくれればなという感じがしますね、さあ、まあ、しかし場内からも不満の声が、ね、出てきてますね。これはね、田畑さん、日本のサポーターね、はい、非常に昔と違って非常にサッカー分かりますからね。本当にレベルが高くなってきましたね。今日のオリンピックが勝ったって言え、はい、やっぱり関係ないんですね。これはもう昨日のチームじゃないんですから、はい、やっぱりこのトップ代表がね、軌道に乗らない苛立ちでね、やっぱりこの全日本を応援しているサポーターが一番それを分かってるんじゃないかなと思いますね。結局その国を代表するチームというのはこの A 代表ですからね、まあ、トップが軌道にならないのは話にならないですね、はい、このトップ代表が勝たない限りは FIFA ランキング動かないですからね、はい、いくら下が勝っても関係ないですからね、はい、いや今森岡いいカバーしましたね、服部にイエローですね。ロングスロー、そしてダイボールこぼれた。ちょっと今川口の飛び出しがちょっと良くなかったですね。またダイも大きいですからね。今引っ張ってますよね。どうですかね、橋田さん、はい、交代で入ったバックラインに仕事してる服部、いきなりイエローっていうのは1点差って良くないですね。そうですね。もったいないイエローですね。はい、選手の特徴を生かすということにはなってないと僕は思うんですけどね、やっぱりジョーはペナルティーに入って非常に世界で通じる選手と思うんですね、はい、でもハーフのあたりのジョーっていうのはどうですかね、そんなに怖くはないなっていう感じはするんですけどね。さあ柳沢、日本ボールです。
もらいに来る。そして相馬、あ、おっと、あ、伊藤がよくカバーしました。そしてここからが日本ディフェンス陣のこの組織の見せ所なんですが、まあ、正面ロングがあります。右へマハラビキア、ペナルティエリアの中、チャンスですねこれ。さあ伊藤、前に右に大きなスペースが空いてるんですがボールを出させてくれません。さあ中澤から、ああいいボールでしたね、上へ中に、沢登り間に合わねえ。あ、しかし後半から出場しましたこの沢登りが積極的にボールに絡んでいきます。柱谷さん、やっぱりこういうベテランが、はい、こういう働きを見せてくれるっていうのはいいですね。そうですね、やはり頑張ってくれる、そして経験を持ってますからね、はい、頼りになりますよね、こういう時は。さあここでまたオフサイドを誘いました。さあ後半に入っていますが1対0、やはりまだこう決定的な形というのができません。柱谷さん、はい、いいですね、沢登り、右に左に奥に行かしてますもんね。そうですね、お前中だ右だみたいな感じでね、はい、さあ服部からワンツーが、あっと相馬の上がりがありませんでした。しかし後半に入ったイラン の, そのプレッシャーが一層激しくなってきましたね。なかなかそのゴールまでボールを持ち込ませてくれません。さすがにこの辺がイランのイランらしさというところなんでしょうか。逆に日本の方もこれまでのところはうまくこういった風に、ラインを操作して前に出すことはないんですけれども、さあ後半も膠着状態が続いています。田畑さん、はい、ずっと我慢の試合ですね、今日は。本当に、ただそういう意味ではこの A 代表というかフィリップ・トルシエが A 代表で作ろうとしていたこのディフェンスというのが今日このアリダエを中心とするアジアナンバーワンの攻撃陣に対してここまではしっかりと機能しているということが言えるでしょう。マハラビキア、後ろにインサイドから作ってくる、服部が上へ、そして おまた上へ戻ってきました。キープします、引き抜かれていく。さあそして後ろから奥、左に柳沢、柳沢頑張る、上へ奥、あーっと取られた。でもイランもね、いい展開でしたけども、スピードの乗った展開ですけども、ついていけたんですね、イランがね、まだまだ足があるという、そういう感じがしますね、はい、スピリー。さあそしてライン、どうぞ、どうぞ、ポスト、危ない。これは味方のクリアが、はい、相馬のクリアがね、ゴールポストに当たったんですね、はい、あー川口が苦笑いです。なかなかゲームが切れません。ここっていう時のイランは早いですね、ゴール前にね、今ダエがサイドに開いて、そうですね、やっぱりゴール前にちゃんとカーリが来てるんですね、はい、そのあたりの約束事がね、日本がなかなかその流れの中で点取れないところに見てて羨ましいですね、うん、イランは点になってないんですけども、はい、あわやあわやっていうそのポジショニングが非常にこう感じますね、はい、さあまたオフサイド、オフサイドはどう、一旦旗が上がりましたが、しかし下げられています。しっかりとこのイランの前線に並んでいます。セルジオさん、はい、でも 蹴ってくれた場合はこうやってオフサイド取れますけど、ドリブルで来られた時が怖いですね。そうですね、ただね、オフサイドトラップというのは全部パーフェクトリアってもともとですね、10回あって1回破られて失点1の可能性あるからね、まあ、楽は楽ですけど、引っかかることによって楽しさを感じるしね、ただ怖いですね、さあこういったシーンです。シュート、最初のシュートは外れました。1対0、日本がまだリードをキープしています。さあイランが攻め込んでいます。ここはイランの時間帯と言っていいでしょう。ハラリ、マハラビキア、ま
前には上げさせませんが、ここからのボールです。うん、こうやってボールを回されるとラインの上げ下げが非常に難しい。裏に抜けた、川口です。いや、ナイスキーパーですね。ナイスキーパー完全に破りましたね今ね。ナイスキーパーですね今の川口ね。体で止めました、川口。そして最終的にはまた今マジディの体に当たってゴールラインを出ましたのでゴールキックになりますが、当たったですね、ナイスプレーですね。しかしね、今みたいにね、早め早めに投げないときにオフサイドトラップ取れないんですね、はい、ゆっくりつないでつないでね、並んだ瞬間にこういうスルーパス、精度がいいスルーパス出るときに怖いですね。柱谷、はい、さん、ね、はい、もうあの手この手できますね。そうですね、2人がクロスしたりなんかもう動きが鋭くなってきましたね。その分やっぱり中盤やっぱり取られてる分、その時間帯を上げてしまってる状態ですよね。タイミングを上げてしまってるっていう相手に。マジディのこの裏を取る動き、しかし川口がよく出ました。コパアメリカでもね、日本の特代表の一つの課題というのは後半の途中から足が止まるんですね。あ、そのあたりがね、今見ててもちょっとこう受け出してるという部分がありますよね。タマ、はい、さん、はい、久保です。久保、あ、フォワードの久保ですね、はい、ということは多分ジョーに変わるんでしょうか。広島の久保達彦、今日は出るでしょうね。まあ、この会場でね、あのギリギリまで行って戻された時ありましたから ね、 ね、はい、何度もアップして、さあ、いや、さあどうだ、あ、柳沢があそこまで持ち込みましたが、けどもね、あの2列目はね、行ってらっしゃい行ってらっしゃいという感じですね。また待ちにだ、ね、そして第2位に真原美希や森岡がよくかわした。マジディ、そして森岡、日本のディフェンス陣、若いディフェンス陣がよく守りました。今のはちょっと長澤がちょっとそのクリアボールを誤りましたよ ね、 ね、中に入れてしまいましたね、はい、あ、そしてここで中央に変わりまして、背番号17番をつけました広島の久保。川添さん、はい、後半にね、これ指示と思うんですけども、はい、大栄が中澤のところにあのポジション取ってますね。そうなんですよね、これもしかしたらハフライの一つの指示かもしれないですね。これが A マッチ2試合目の出場になります。柱谷さん、はい、これ中澤にとってみれば今日のゲーム勝たなければ意味ないですね。そうですね、勝ったらすごくいい経験になるでしょうね。さあセンタリング、服部がクリア、さあ久保、どちらのファールでしょうか。ああ、今柳沢のファールでした。早いスタート、前にはマジディとダエイ、さあそのマジディへ、コーナーキックです。今日よく日本もね、もうゴールの真ん前でよく辛抱して守ってますよね。セレジオさん、はい、もうイランの応援団の前で大騒ぎですね。そうですね、日本のゴール裏にはイランの大応援団です。キック上がってくる、タイ、川口が今あのうまくあそこまで出て競ったんです ね、 身長186センチあります、有田エイ。ちょっとバックラインの動きがちょっと遅くなってきましたね。今も上がっていくときにやっぱり歩く選手が非常に目立ちますよね、はい、これからちょっとあのセカンドボールを気をつけてほしいですね、はい。走りますが、逆にね、どれぐらい、時間的にだんだん、イランもね、前にかけてきて、はい、逆襲が非常にあの有効に使える時間帯も来ると思うんですからね、そこに日本がね、少ないチャンスで言えどうものにできるかということも一つのポイントかもしれないですね。バッテリーが守りますが、イランボール、イランのスピードは相変わらずです。98年のアジア大会のチャンピオン、そしてもちろん来年行われますアジアカップの優勝も狙っています、アジアの雄イラン。川添さん、はい、あの上からよく見えるんですけども、はい、まあ、当然守りに入った時に、はい、フラット5になってるんですね。そうなんですよね、相馬と三浦がもう攻撃的なイメージよりもう完全守りに入ってます ね、 そうですね、もう掴みきれない感じではありますよね、はい、相馬君がね。だから何が起きるかというのはサーノボリの負担が強いと同時にトップまでの距離がすごく開いてるんですね、バックラインからね。今は柳
して沢登りがここまで出てきてます。久保まだキープ、前に柳沢、左に沢登り、柳沢通った、後ろへ久保、左足のシュート、ちょっと詰まった、もう一つ奥まで行けたらなという感じがしたんですけども、右に今奥が走り込んでたんですね。まあこの前後半を通して一番流れで、はい、気持ちいい、一番いい展開じゃないですかね。よくここ粘ってですね、はい、粘りましたね。この沢登りのボールはもう抜群だったですね、はい。そして柳沢からまた久保に戻します。ここまではパーフェクトだったんですけど、最後のところですね、はい。ちょうど1年前のそのキリンチャレンジエジプト戦でデビューした久保なんですが、その時は A 代表デビュー戦もう緊張して体が動きませんでしたと言っていましたが、今日はいきなりいい動きを見せていました。さあそして沢登りも本当に沢登りらしさを随所に見せています。平内さん、はい、オフサイドトラップかけた後ね、なんか止まり始めましたね。そうですね、はい、ちょっと疲れてきてるなって感じしますね。ここの後で頑張ってほしいですね。さあダエイが左に張っています。そのダエイ、中澤マジティ抜けた、川口飛び出す。いや素晴らしいですね、川口は。いいですね、本当に勇気がいますね。ダエイのあのスピードにやっぱり飛び込んでいくというのは本当に、けどもこれでねキーパーがあんまり目立っちゃいけないんですね、全日本はね。さあマハダビキアコーナーキック、そしてさあどこに来るか、ダエイがまた飛び込んでくる。おっと、ああハンドですね、これがね、ちょっと危険な位置に、はい、ここがねやっぱりせっかくね職員防いでるから今仕方ないですね。まあでも周りの選手は声かけたのかなって感じしますね。そうですね、クリアでいいっていうね、その辺のこう声が出たのでしたから、ハンドじゃなく足で使ってもよかったですね。今ねトリシエが一生懸命選手に指示しようとしてるんですけども、この辺りがねやっぱり選手らがやっぱりフリーキックに集中するところに今指示してもあんまり効かないって感じがするんですけどね。ここはねやっぱり経験とかでね、中心選手を とりあえずその川口のやりたい方にやっぱりやるべきでしょうね、はい、そうですね、はい。さあボールの後ろにはアリダエイ、タワさん、はい、しきりにジャンプしてもしろって言ってます。いやけどもねダイヤねスピードで来ると思いますよ。ダエイ来た、ゴール。アズエさん、はい、イランもね、はい、トリシエの指示見てたかもしれないですね。そのジャンプした足元か、アリダエイのゴールによって1対1同点です。残念ですね、今のもったいないですね、まあ、あのファインプレーにして、まあ、川口だけの責任者なくて、あなたに柱なしさが言った通りに、ね、人声があれば、ね、手使わなくて済んだんですね。うわしっかりとスペースを作って、これ伊藤がブロックされたったんですよね、これね、ファールですね、この辺はやっぱり、はい、国際経験ですね、経験のなさっていうかね、憎いけども、悔しいけどもやられたんですね。これも勉強ですよ。そうなんです、はい、問題はここからどう戦うかですね、はいはい。オンゴールで同点になりましたから、あ、1点取られてますから、取ってますから、あ、いいですね。久保が走る、柳沢が真ん中に待っている、おっとポスト、いいですね、取られたとすぐ久保が行く、はいはい、久保もねやっぱり今まではっきりしたチャンスがなかったですからね、しかし触ったボール2つ、チャンス作ったから、はい、非常にいいじゃないですかね、今の久保の動きはね。そうですね、いい働きしますね、はいはい、してますね、でもね、なんか一気に国際試合らしく会場がやっぱりワクになっていいですね。本当に今の1点でまた大きく動いてきましたね。日本代表は現在柳沢と久保の2トップ、もうここはオフサイドです。この辺がサッカーの面白さですよ ね、そうなんですね。点が動いた時にも一気にこうみんなのテンション上がっていくんで、ね、上がっていくんですね、ずっと守ってたチームがねやっぱり押し上げもちょっと早くなってきましたね、はい。さあそして途中ちょっと足が止まり気味だった選手たちなんですが、ここでどんな動きをまた改めて見せてくれるのか。おマハダビキアに対して服部が、かなり激しい当たり、この
辺 その服部のマークにやっぱりもう本当に強いですからね。ここに服部が入ったことによって相馬が上がりやすくなっているわけなんですけどね。さあ奥が1人かわして得意のドリブル、右に久保が待っています。一旦後ろに戻す沢登り、そして左には相馬が開いています。その相馬へ、さあ真ん中に柳沢、相馬が勝負を仕掛けるか。逆だった、後ろから服部、マハラビキアが競ってきます。そのマハラビキアへ、今度は伊藤がカバー、いいカバーリングですね、はい、ボランチがねあれぐらいあの展開を呼んでくれたらねサイドが思い切って上がれるんですね、はい、安心してね、さあ相馬とマハラビキアのこの一騎打ち、右サイドで作ります。ハラリ、ここがねやっぱり一番嫌なのはこう早く仕掛けてこないところにね。そうですね、はい、これでラインが、はい、日本としたら、ね、あのもっと早く仕掛けた方が、はい、あのラインの上げ下げがやりやすいんですね、はいはい、マハラビキア、有田瑛衣の頭の上、まだイランボールです。もう一度折り返す、またタイイだ、シュート、ダイラシュート、よく防いだ森岡ですね。森岡ナイスセーブです。ピンチを出しました。素晴らしいですね、ファインプレーです。今日のね、今日の試合の一つのポイントですね、大きなポイントですね、これはね。しかしまだピンチは続く。しかし日本とイランというのは、はい、知らなさい、こういう試合が多いですね。そうですね、本当に盛り上がりますよね。なんかあのジョホールバルじゃないけども、ね、そのまま延長戦いったら V ゴールでもう一回やらせたいという気持ちになりますよね。あの時は延長戦の終了間際、中田のシュートのこぼれ球を岡野が押し込んでフランス戦の切符を手にしました。現在1対1、そしてここでイランのコーナーキックのチャンス。ちょっとあの川口が何回かそのキャッチミスをしてるんですよね、はい、こういう時は本当に先ほど言ったんですけど、パンチで逃げる、大きく逃げるってことをやってほしいですね、はい、さあダエイはファーサイドの、今飛び込んできた、そうですね、はい、はい、ミドルで打ってきます、パスになったんですね。あ、ここでオフサイド、日本なんとかピンチをしのぎました。1対1頑張っています。さあ1対1の同点、そして今またこのポジションでイランの直接フリーキックです。先ほどはゴール正面ペナルティエリアのすぐ外側からのフリーキックを有田瑛が直接決めて1対1の同点に追いついていますが、これは大きく吹かしてしまいました。柱谷さん、はい、ちょっと高さに対応できなくなりつつありますよね。そうですね、ですからもうあの簡単にその思い通り競らせないこと、落とさせないことですよね。ですからなんとか体をこうくっつけてセカンドボールみんな狙ってほしいですよね。今ね中澤もね、ダイエムタイムタイプの選手でこれぐらい、あれぐらいヘディングに自信がある中澤がね、体つけられたらこう入れないところにね、すごく戸惑いを感じていると思うんですね。肌で感じてますよね。そうですね、これもやっぱりこういうのはねやっぱり理屈じゃなくてやっぱり体で経験しない限りね、はい、あのまた中澤もここに一工夫してね、僕はたくましくなるじゃないかなと思いますね。コーナーキックになります。おっと森岡が足を気にしています。ここなんとか頑張ってほしいですね、さあ久保まで戻ってきました。セカンドボールがねほとんど拾われてるんですね、はい、だからこの辺りがやっぱちょっとこの時間帯に本当に苦しい時間ですね、さあこのドリブルが止められない、ドリブルが止められない、さあハイボールになって、これはオフサイドです。オフサイドのフラッグ上がっています。川口も今オフサイドのボールだったんですけども、はい、パンチングしましたね、その辺の切り替えというのはさすがですよね。なるほど、ゲーム中に切り替えられる、今日はパン、はい、あのキャッチングの調子が悪いなといったらもうパンチングでやっていくというのはさすがだなと思いますね、はい、まあ、彼が、ね、キャッチしてエリアの外が、まあ、それが失点1になったんですけど、僕は攻められないと思うんですね。それまで、ね、もうこれでもいいかって決定的なチャンスを何回も攻めてますからね、はい、少なくとも2点は止めてますね、止めてますからね、はい、
田畑さん、はい、J リーグではフォワードをやってる中西選手アップ出ましたね。お、そうですか、はい、どこで使うんでしょう、まあ、ジェフではフォワードでも使われている、本来のディフェンスは本当最近やっていないと言っていましたこの中西さんですが、あっ、アップリが苦しい体勢でのクリアです。そして久保、ちょっと森岡選手ですかね、ダメみたいですね。プレーは止まりません。そして前にダイエイが、これはオフサイドポジションですが、さあ登り、一旦ボールをゲームを切ります。そうですね、けどもね、あの和江さん、はい、まあ、いくら代表っていえね、やりたい気持ちもあるんですけども、エスパルスも非常に大事な時期にリーグ戦ってますから ね、 そうね、ここまでやっぱり使って、なんかワールドカップの予選みたいじゃないしね、このあたりやっぱりチーム側としたらね、やっぱりちょっとこうイクラ代表でもあんまり嬉しい気持ちになれないじゃないかなと思いますね。交代いくらにも効く試合ですから、ちょっと今この辺りやっぱり悔いが残りますね、ちょっと森岡の状態が心配なんですが、ここで一旦コマーシャルをご覧いただきます。いやら、ちょっと復帰はできそうもないというサインが送られました。ずっとあの足つりそうだったですからね、けども柱谷さん、はい、まあ、あなたがもう一番バックで知ってるんですけども、ええ、これぐらい拾われて、これぐらい攻められたら疲れますよね。疲れますよ。だって休憩する時間がほとんどないですね、はい、そのあたりがやっぱりもう少しやっぱりキープをして、ええ、まだ負けてないんですからね、そこにやっぱりペースダウンするということも必要と思いますね。お、今久保が倒されました。心配なんですが、ここで中西ですね、中西英輔が森岡に代わってピッチに出ました。フォーバックスっていうなんかサインが出てるみたいですね。なんかそんな感じもありますけど、まだはっきりしないですね。あのフラット3の場合には中心となる選手の上げ下げの声が必要ですからね。これなんかフォーバックスにしたみたいですね。そうみたいですね、さあ直接行った、三浦篤郎が自分の得意なポジションからのフリーキックだったんですが、今度はコーナーキックになります。ただね、中西が今度右行って、今度は三浦がまた左に戻るんですね。ちょっとその意味でね、一人一人の選手のリーグでやってる特徴にいじりすぎてるなという感じがしますね。高いボールはクリアされます。さあ服部、さあ素早くボールを戻しました。ちょっとデインジャラス、あっと、いや何かこうドーハの一瞬をこう思い起こさせるような嫌なシーンでしたが、今日も和江さん、はい、あの辺りの読みもすごいですね。すごいですね、はい、さあ普通は諦めますよね、あの距離だったら。そのダイエイが今見せましたが、右サイド、そしてマハビケが前にいる。オフサイドありません。コーナーキックです。いやちょっとディフェンダーが立ってきましたね。ここから何ができるかなんですよね、はいはい、さあトルシエジャパン1年間の集大成、このゲームまだボールは生きているが、川口、そしてさあ前に走らせる柳沢、また追います柳沢、しかしゴールライン割ってしまいました。一旦はピンチを逃れました日本。久保から左、サノボリからの柳さんのパス、はい、まあ、右角度がない、まあ、ちょっとセンタリングミス気味でゴールポスト当たった、はい、後半ってあの2つぐらいですかね。そうですね、またちょっとこう攻めの形がちょっとつかめなくなっている全日本ですね、はい、さあ今度は久保に任せるか、ペナルティーエリアの中、キーパー田畑梅、ファウルとなりますね。いいですね、いいファイトですね。
ファウルになってしまいましたけどもね。でも久保はねやっぱり出てからフォワードらしい、はい、やっぱり脅かすという仕事を本当に伝わってきますね、はい。まあ、久保にしましてもトルシエジャパンになってからのこの A 代表入り、そういう意味では久保あるいは柳沢、そういった若い心の選手がこのトルシエジャパンの申し子と言ってもいいかもしれません。その2トップ、うーんと、試合時間はまもなく37分になろうというところなんですが、柳沢さん、はい、久保選手もそうなんですけど、日本のフォワードも数以降に、ね、ありたいみたいな選手が出てきてほしいですよ ね、 そうですね、こういう苦しい時にね、はい、もう一人でもなんかこう崩せるような選手出てきてほしいですね。柳沢もそのオリンピック予選で見せたあの力というのを、そうですね、柳沢も久保もやはりそういう可能性を持った選手ですよ ね、 すよね、はい、どんどん努力してやっぱりいい選手になってほしいですね、はい。タマさん、はい、もしかしたら残り10分で出るかもしれないですね。え、いやいやいや、あの久保、柳沢がねやってくれるかもしれないですね。2人、ね、とも非常に縦にスピードがあるから、はい、ちょっとこのイランがね、攻めてるTAバックラインがルーズになったところにあの2人の一発がね非常に、はい、期待も出しますよね。アガリキアですが、これは相馬がきっちりとマークについていました。まあ、今のも有田 A がほとんど中盤フリーでボールを持っていました。うまく沢登りが体を寄せてスペースを作ったところに伊藤、そして右サイド奥が一旦後ろに戻します。いいですね、ここ相手スペースだったんで、ここでボール逆にキープした方がいいと思いますよ、はい、はい。ポジションをチェンジして三浦篤郎が右サイドに回ってのこのフォーバック体制なんですが、さあ久保へ渡るか、相馬が追いかけます。この辺りの粘りもね、あっとハットリが足をかけてしまいました。あとボールに対する執着心というのはすごいですね、すごいですね。田端さん、はい、あと有田へのやっぱもらうタイミング絶妙ですね、はい、必ず今見たく中澤君がぴったりついてるんですけど ね、 もらった時はもうドフリーですよね。またオフサイドない、体を入れます服部。後半 の、 そのそうです、ね、30分過ぎたあたりからほとんどオフサイドが取れなくなってきました。真ん中、川口が出ます。なんとか一つこうリズムを変えたいところです。田登り、ちょっと、はい、あのもう少しやっぱ足元でもいいんですから、あの準備ができるまでね、はい、あの繋いでもいいなという感じがしますね。そうですね、はい、そのプレーができるのはこの沢登りなんですが、日本は今フォーバックになっています。三浦、伊藤、この辺がボールキープ力があります。沢登り、ここから押し上げていきたいところですが、ちょっと足が止まっているんでしょうか。この辺りが ね、 もう一つ服部まで戻してもいいぐらいのね、はい、相手にボールを渡していけないという気持ちがありますね。ここはオフサイドです。アリダイちょっとダイの方もイライラしてます。西田さん、はい、ダイの足って32、3センチあるんじゃないですかね。すごい大きいですね。大きいですね。和江さん、はい、その分が前出てオフサイドじゃないですかあのイランという国はあの広くですね、アジア寄りの地域もあればヨーロッパ寄りの地域もあって、アリダエイはそのヨーロッパ寄りの地域、アゼルバイジャンに近いところの出身ということで、いわゆるこうヨーロッパ人的な骨格の人が多いそうなんですね、アリダエイの出身地というのが、はい、けどもやっぱりブンデスリーガーというね、はい、まあ、日本も今中田、あのあるいは七海がねセリアにやっと経験できるようになったんですけども、やっぱりイランはねブンデスリーガの中で鍛えられて、やっぱりその結果出してますよね、はい。さあ、この試合では
勝利チームの優秀選手に MVP 賞、そして負けたチームの優秀選手に MIP 賞が贈られることになっているんですが、MVP 賞に選ばれた選手にはキリンビール株式会社取締役社長佐藤博康より賞金およびキリンラガービール1000本、そしてキリンシーグラム株式会社よりシャンパンベルエポックが贈られます。また MIP 賞に選ばれた選手にはキリンビバレッジ株式会社よりキリンサプリ1年分と賞金が贈られることになっています。しかし現在ゲームの方は1対1の同点、この辺は先行に困るところなんでしょうが、ちょっと悪いところでフリーキック日本がしてしまいましたね。嫌な位置ですね、嫌な位置ですね、時間的にね、イランも交代でもこの時間でもやっぱ交代をしてきますね。はい、ここまで前線右サイドから前線気味にプレーをしていました7番のマジディに変えて、選手を1人送り込みました。あ、11番のベジクですね、フォワードの選手です。まあ、フォワードの選手を入れてきました。さあ、そのベジクへ、試合時間も残りあと2分半、このあと勝利を決定づける得点というのが入るのか。中澤が体を張ったボンバーヘッドです。イランはまだ左右のスペースを大きく使える力が残っています。さあ、今度は右に叩くか。ここで沢登りが頑張る。服部、呼吸が合いません。ジャネさん、はい、この辺で前線が貯められないとしんどいですよね、最終ラインはね。そうですね、ここでなんとかそのやっぱりキープしてほしいですよね。また沢登りから最終ライン、服部まで戻ります。柳沢、もう一度柳沢が、わー、久保へ。さあ、久保がなんとかここキープしたい。チャンスですね。さあ、パスが出るか。流されました。もうちょっと早く奥に出してほしかったですね。そうですね、はい。さあ、ベジクフォワードの選手ですが、やや下がり目のプレー。相馬の上がりです。ダエイがマークについています。さあ、上りから、よし、オッキーシュート、正面でした。アバタバエ胸でしっかりとキャッチ。さあ、残り時間も1分を切っています。いや、さあ、上りは本当にいいところを見てますよね。はい、またオフサイド。あ、奥の惜しいシュートでした。さあ、そして間もなく90分が過ぎようとしているところなんですが、トバさん、はい、3分ですね、ロスタイム3分。さあ、この3分間の間にまたあのジョホールバルのようなドラマが生まれるのか、あるいはドーハのような悲劇がまたロスタイムで生まれてしまうのか。大変ですけど、日本はね、この3分にちょっと無理でもしてほしいですね。さあ、相馬が戻る、ダイエットする、まだボールは生きています。この辺がドイツブンデスリーガでもプレーをしているというダイエイの強さ。知らないさん、はい、よくこんな人たちとやってきましたね。そうですね、直接ぶつかったわけですからね。さあ、そしてママダビキア、このセカンドボールをイランが拾います。今井ファーのセンタリング、柳沢が一人ではどうしようもありません。さあ、よく三浦が体を張りましたが、この後です。またイランに拾われている。ダエイト、
そしてベジクの2人が真ん中。知らないさん、はい、イランはやっぱりこのボール持っている以外の選手のこの動き方っていうのは素晴らしいですね。そうですね、あのドリブルとパス の, そのコンビネーションがすごくいいですよね。川添さん、はい、イランのサポーターって今日は後半いい位置で試合見てますね。特等席ですね、ほとんどあの辺りで展開が起きてますね。しかしドルシエジャパンの集大成と言われます今日のこの一戦、99年日本代表 A 代表の最後のゲームとあるわけですが、さあ残り時間ロスタイムの方もあと1分ぐらいでしょうか。さあ、あと1分ぐらいになってきました。残り1分に全てをかけてほしい。コーナーキック、チャンスですね。ここでちょっとあの予選もここで全てをかけるぐらいの気持ちで、ぜひ、はい、蹴るのは沢登り、そしてさあ17番の久保の背中、そして中澤も上がってくる、奥の姿も見えます。久保がニアサイド、フィスティング、このボールを捕まえたい。なんとか止めました。ここはいいかわしましたね。そうですね、危なかったですね本当、はい、ただもう抜かれても止めるんだっていう、要するに腹を決めていきましたから。そうですね、ボールと相手と一緒に行きましたから ね、今非常にパーフェクトな、パーフェクトですね、はい、守備だったですね。これはもうファールしても絶対抜かれないという守り方でしたね。さあ、そしてここで試合終了のホイッスルです。キリンチャレンジ99日本代表対イラン代表、結果は1対1同点、最後は引き分けで99年の日本代表のゲームが終了することになりました。なお MVP 賞に選ばれましたのはイランのダエイ選手ですね。キリンビール株式会社取締役社長佐藤博康より賞金、佐藤康弘より賞金およびキリンビバレッジ株式会社よりキリンサプリ3年分が贈られることになっています。そして MIP 賞に選ばれたのは日本代表の奥選手です。キリンラガービール1年分とキリンシーグラム株式会社よりシャンパンベルエポック並びに賞金が贈られます。